さらにですね、えー、2010年どういったですね、資産配分で、えー、望めばいいのかってですね皆様、明けましておめでとうございます本年もよろしく申し上げます、えー、それでは本日の動画のテーマは2024年の投資戦略大全新年特別版といったのでお届けしたいと思いますはい、えー、この動画で,ですね、撮影しているのが2023年の12月末なんですけれども えー、新年、配信されるのがです、ねえー、1月1日と2014年の 1, 1月1日ということですので、まあ、新年をですね、えー、記念して、えー、2014年第1回目のです、ね、動画ということで、えー、こういった内容で,ですね、お届けしたいんですけれども、まあ、具体的にはですね、えー、昨年2013年がどういったですね、マーケットであったかというですね振り返りの内容をお伝えさせていただいてその後にですね、2020年の具体的な、えー、投資戦略のポイントをお伝えすると。 で、さらにですね、えー、2010年はどういったですね、資産配分で望、えー、めばいいのかっていうですねモデルのポートフォリオ資産配分について、えー、お伝えさせていただくとそういったですね、えー、内容の動画にできればと思います <music> はい、えー、それではですねまずは昨年の振り返りということでですね2023年の資産クラス別のですね、えー、リターンについてですね、えー、このパフォーマンス1年間でどれぐらいですね、えー、資産がその資産が 上昇したのか下落したのかっていうのをですね代表的な資産を上昇した順にですね上から内部させていただきましたので見ていただければと思いますで2023年のパフォーマンスがあるんですけどもこれはですね、えー、1月1日から2013年1月1日から12月21日、えー、ちょっと撮影のですね、データの収集の関係ですね12月21日までのリターンとなってますのでご留意いただければと思いますあとですね2022年と比較しやすいですね2022年のパフォーマンスもですね隣に入れてますのでご参考いただければと思います それではですね、えー、順位上の方からですね、えー、上昇した順位からですね、上の方から見ていきたいと思います。一番ですね、2013年上昇した資産何かって言いますとですね、暗号資産、まあ、ビットコインなんですね。もうものすごく上昇してますね。165%ということですから、まあ、2.6万円ですね、2013年になってると。で、まあ、要因としてはですね、えー、このビットコインが、えー、ETF にですね、金融資産として承認される可能性があるとかですね、 まあ、そういったこうビットコインが資産として認められるような、まあ、いろんなこう憶測が、えー、出たことによって、えー、こういったですね、結果になったかとは思うんですけども、まあ、それにしてもですね、2.6倍ってなかなか上昇してますので、まあ、素晴らしいかなと思います2022年はですね、逆にマイナス60%を下落してますけどもそれを取り戻してですね、余、まあ、りある上昇を、えー、ビットコインはしているというのが2023年だったわけですねで、えー、その下のですね、順位2位から、えー、5位までですね まあ全て株式になってますと。で、2位が日本株式で3位がアメリカ株式、4位が世界の株式ですね。で、5位がヨーロッパの株式というような順位,順、えー、順位になってまして、まあ、日本株がですね、株の中で一番上昇しているわけですね。22.9%ですとで。アメリカ株もまあ同じぐらいですね、大体22.4%、世界株が19.9%、ヨーロッパ株式がですね、プラス12.1%というような順位ですね、えー、上昇しているイメージでございます。 で、えー、10%以上上昇したのがですね、そのヨーロッパ株式5位まででございまして、それ以下はですね、えー、6位以下は、えーまあ、その1桁台の上昇率だったわけですね。原油とかですね、あとは米国のリートとか、あとは米国債券、定格付け債券ですかね、ハイエルド債券、新興国株式と、えー。ギリギリプラスだったのがですね、米国債、えー、期間10年超のですね、えー、米国債の価格を採用した ETF のですね、えー、推移ではあるんですけども、 プラスと。で、えー、その下が金でですね、金なんかはマイナス11%ということで、まあ、結構下落したわけですね。で、えー、12位がですね、一番下が中国株で、まあ、中国株もかなり下落してますね、マイナス13.9%ということで、まあ、こういう大変的な資産の中で一番下落したというような数になっております。で、まあ、全体的にですね、昨年の1年、2022年と比較してですね、右側と2023年はですね、 比較していただきたいんですけれども、2023年のほとんどの資産がですね、大幅に下落してたわけです。まあ世界的にはですね、インフレによってですね、まあ多くのですね、こういった株式であったりとか債券全部含めたですね、資産ほとんどの資産がですね、マイナスだったんですけれども、2023年はまあ全体的ですね、回復しているとプラスになっているということはですね、できるのかなと思います。まあこういった中ですね、私自身が注目していて、2023年のですね、年初に。 出させていただいた動画で今年1年ですね2013年に注目していて上昇する可能性が高いんじゃないかっていうふうにお伝えしたですね、資産が3つありますので参考にですね、それもお伝えできればと思いますで一番ですね注目していたのが米国債ですね米国債見ていただきたいんですけども上昇率でいうとですね順位,順位でいうと10位ですね十位の資産で2013年はですねプラス0.6%っていうことで まああの、正直、えー、ほとんど上昇してないと <laughs> いうことで、まあ、プライマイゼロぐらいですね。はい。ほとんどそれぐらいですと。やっぱりこの長期の金利がですね、えー、年初2013年の当初とですね、まあ、ほとんど変わってない水準っていうのがですね、やっぱ良いかと思うんですけど、まあ、もっとですね、えー、下落する、金利が下落して、債券価格が上昇するというふうに思ってたので、まあ、そこまでうまくいかなかったということですかね。で、えー、2022年はですね、マイナス31%下落してますから、まあ、それをですね、まあ、 取り戻して、もうちょっとですね、上昇するかなと思ってたんですけど、えーまあ、期待通りでならなかったってことですかね。はい。それが、えー、私が注目した1位のですね、米国債で、2位がですね、えー、アメリカ株式ですね。まあ、これは、まあ、ほとんどですね、えー、想定通りというか、はい、えー、上昇してるわけですね。まあ、S、S&P500 の指数ですけども、おー22%ですね、えー、2013年上昇していって、2022年ですね、マイナス19%ですから、まあ、それを取り戻すくらいですね、上昇していると。 ということで、えー、2は大体ですね、アメリカ株式は大体想定通りだったイメージですね。で、3位にですね、挙げさせていただいたのが、えー、米国のリートですね、えー、不動産リートですと、アメリカの。で、これはですね、プラス7.2%なので、まあ、プラスではあるんですけども、ただ2 0 2 0年見ていただくと、マイナス28%ですから、個人的な予想ではですね、えー、もっと上昇すると、はい、想定よりも、えー、そこまで上げなかった、上昇しなかったっていうのがですね、えー、結果なのかなと思います。はい。 まあ全体的にですね、アメリカの金利が、えー、もっと下がるんじゃないかと、2023年の当初は思ってたんですけど、えー、そこまで下がらなくてですね、えー、むしろ一時的にはですね、2022年,年のマックスよりも上昇してたタイミングもありましたので、もっと下がってたとしたら、この米国債とかですね、米国リートってもっと価格としては上昇してたんですけど、まあ、そこまで想定通りにはいかなかったんですが、まあ、アメリカの株式に関してはですね、2024年以降のですね、金利の下落であったりとか、 インフレが沈下していることを織り込んでですね、価格がプラスに上昇して、まあ、このような、えー、イメージになっていると、上昇率になっているというような結果なのかなと思います。はい、こういったところが2023年の資産クラス別のですね、リターン、まあ、振り返りでございます。はい、それではですね、えー、2023年の通貨もですね、えー、外貨ですね、外貨のリターンを見ていきたいと思います。2023年1年間のですね、対円通貨別のですね、リターンというふうになっております。 で、先ほどと同じように2022年とですね、比べれるようになっていますのでご覧いただければと思います。まあ、これも上から順にですね、えー、上昇率順に並べております。で一番上昇しているのがですね、ブラジルレアル、レアはい、ということで実はですね1年前に同じような動画出させていただくんですけどこの時もですねブラジルレアルが一番上昇したわけですね。なので2022年プラス20%で23年は17.5%というのは水準になってますと。 でイギリスポンドが2番目で14%でユーロが11%プラス11%でトでードルがですねプラス8.5%ゴードルがプラス7.6%の中国元がプラス5.3%でトルコリラなんかはですねマイナス30%というのな結果になっておりますでまあ総じていることとしてですね2023年はですね、えーまあ、外貨が上昇したっていうのもまあ確かにあるんですけどどちらかというと日本円が売られたっていう側面が強いのかなと思います まあその日本のですね、えー、経済力であったり、日本だけがですね、えー、金利が上がらないという状況があって、まあ、各国の通貨とのです、ね、金利差がどんどん開いていったこととか、あとはですね、えー、日本がこう、昔のように外貨を稼げなくなってきているというような経常、まあ、収支であったりの数字がですね、悪くなってきているというようなものが重なってですね、えー、日本円が売られてその他の外貨が全体的に上昇しているというようなことがあったので、 もうどの通貨に対してもですね基本的には円安になっているとはい、外貨だか円安になっているというような状況でございますと、まあ、これは2020年2022年もですね、同じような状況ではあったんですけど、まあ、それが2年連続ですね、続いているわけですなので2022年がプラス13.9%円安に出ていて2023年がプラス8.5%ですから、まあ、あのこれをですね、まあ、合計すると20%以上円安になっているわけですねああまあこれは米ドルに対してですね対米ドルでということですねはい。 というのがですね、2013年の対円、えー、通貨別のです、ね、リターンということになっております。はい。えー、それではですね、2023年の、えー、振り返りですね、マーケットの、えー、振り返りですね、ポイントをまとめてお伝えできればと思います。4つありまして、1つ目がですね、えーまあ、株式は総じ手であるんですけれども、まあ、アメリカがですね、えー、2024年以降、金利を下げてですね、い、えー、くことを、まあ、織り込んでまして、全体的には、えー、プラスになっていて、まあ、2022年のですね、負けを取り戻していると。 ななことにっまあそのアメリカの株でいうとですね2022年に関してはマイナス19%でしたけど2023年はプラス22%ということですからすごいインフレですね、えー、大変であったと言われた2022年の負けをですね、えー、取り戻して今プラスになっているというような状況なわけですねで2つ目のポイントがですね、えー、まあそのアメリカ以外の株に関してですけども、まあ、日本株に関してはですね、まあ、基本的にこう圧勝だったわけですね2022年もかなりプラスでしたし23年もですね プラス22%ということですからアメリカ株はですね、えー、若干上がってたようなイメージになってるわけですで中国株はですねまあひどいもんでして、まあ、大敗ですよね、えー、2013年マイナス13%でその前の22年もですねマイナス21%でしたので、まあ、2年連続で、まあ、2桁以上のですね2桁台のマイナスであったというようなことになってますとで、えー、新興国株に関してはですね、えー、プラス4%ということだったんですけども 2022年がマイナス22%だった割にはですね、かなり戻りが弱くて、まあ、これやっぱりですね、インフレの影響であったりは、まあ、新興国,国の方がですね影響としては経済に対するマイナスの影響としては厳しいというような結果がですね、この株価にも表れているのかなと思います。はい、これ二2つ目してで3つ目がですね、えー、先ほどの振り返りを見ていただいて分かるようにベ、まあ、米ドル債ですねベ、えー、ドルアメリカの国債であったりとか債券とか あとは、米国の不動産、リートですね。えー、であったりは、かなり、まあ、戻りが弱いということは、えー、振り返り見ていただいてですね、分かったのかなと思います。まあ、米国債の利バリもですね、2023年初から年末で、まあ行ってこいでですね、まあ価格もほとんど変わってなくて、米国リートもですね、えー、プラス7%ーということにはなってますから、なかなかですね、2022年、ものすごく下落しましたけど、米国債もですね、米国リートも、 30%弱ぐらいですね、下落はしてるんですけども、まあ、それを取り戻すには全く至ってない上等級になってますと。で、これはですね、やっぱり、えー、金利の高止まりというのが、えー、2023年ですね、金利がですね、高止まってしまいましたので、その影響がかなり出てるなっていうところでして、2024年以降、えー、金利は下がっていくであろうっていうことは、えー、多くの方は予想してるんですけども、この米国債とか利回りというに関してはですね、そういったところを完全に織り込んでないということでですね、 価格であったりの戻りも弱いのかなと思います。はいこれ3つ目ですね。で4つ目がですね、えーまあ、米ドル高ではあった年ですね、2023年では、まあ。対円でですね、えー、プラス8%ということにはなってますので、ドル建てで皆さんがですね、投資してる資産の、えー、円に直した時の評価でいうとですね、かなりプラスに貢献してるということにはなるのかなと思います。なので、まあ、日本人の投資家からするとですね、2023年っていうのは、 まあ株はですね上昇しましたし、えー、対円でドルもですね、えー、かなり上昇しましたので、まあ、そういった意味でですね非常にハッピーだった年ということは言えるのかなとは思いますねこれが2023ですね振り返りのまとめでございますはいそれではですね、えーまあ、本題になっていくんですけども2024年のですね、えー、資産クラス別の、まあ、見通しということですね、まあ、先ほどは過去の振り返りだったので 2020年ですね、資産クラスごとに、まあ、どういった見通しを持てればいいのかってですね、私の個人のですね、完全に考えにはなるんですけども、予想にはなるんですけども、お伝えしていければと思います。資産クラスですね、まずは株式からいきたいと思います。これ表になってまして、資産クラス別にですね、私なりの個人的なですね、その資産に対する、資産クラスに対する評価であったりとか、注目しているポイントをですね、お伝えしていくわけですね。一番上の株式からですね、お伝えしたいと思います。 個人的にはですね、えー、株式に関しては、えー、丸なのかなとあすみません評価っていうのはですね、えー、丸三角×の三段階評価ですねお伝えしたいと思いますなので丸っていうのはですね、えー、いいんじゃないかとかですね上昇する可能性が高いんじゃないかなっていうふうに、えー、予想しているということでございますでまあ全体的にですねまあアメリカのであったりとかいろんな国のですね先進国の金利ですねはい。 各国の金利によってですね、株式であったりは大きく影響されているんですけれども特にアメリカのですね、金利の影響は大きいかなと思っていましてそのアメリカがですね、来年以降、利下げする可能性が相当高い状況にはなっているのでそういった金利の低下をですね、見込んでやっぱりこの株式というのは強気になってくる可能性が高いのかなと思います。 まあ、そういった中でですね、えー、金利が下がることによるプラスの影響が大きいですね、えー、ナスダックのような新興市場の株式ですね、そういった株式であったりが、えー、上昇して株式マーケット全体を牽引するとで、全体的にも上昇するっていうですね、えー、イメージを持っております。ということで、まあ、大幅上昇を予想してですね、えー、評価もあるということでさせていただいております。まあ、そういうい中でもでもすね、注目ポイントとしては、 日本とですね、新興国ということで、まあ、日本の株式と新興国の株式ですね。日本の株式からお伝えしますと、まあ、日本はですね、この2022年、2023年ですね、なぜこの株価が上昇したかというと、やっぱりこの円安の影響が大きいわけですね。まあ、いろんな国の通貨に対して、円安でここまで株価が上昇しているということは言えるわけですよ。 ですので、えー、ここからですね、えー、日本の金利も上げるんじゃないかと言ってて、他の国のですね、インフレが終わってきましたので、金利が下がっていく可能性が高いわけです。まあ、そうすると、ですね、えー、また円高の時代に逆戻りの可能性があるので、まあ、そういった時にですね、今までの株が上昇したのとですね、逆の現象が起きる可能性が高いわけですね。ですので、まあ、その日本株にとってはですね、ま、ず株全体的にはプラスで見てるんですけど 違反株にとってはですね、えーまあ、どうなのかなというところで、えー、注目をしているわけですねで新興国はですね、えー、まあインフレが、えー、他の国よりやっぱり先進国よりもですね、えー、新興国の方がインフレが与えるダメージ経済に与える負のダメージがですね大きいわけですですので2023年ですね、まあ、株価は先進国と比べるとあまり戻してなかったということだと思うんですけどもそこからかなりこう回復しているわけですねなので2024年に関しては その回復がです、ねえー、先進国よりも遅れてやってきて、まあ、株価上昇がですね、えー、大幅な上昇は2014年からやってくる可能性があるんじゃないかというふうふに考えているので、えー、ここからですね、2014年以降はこの新興国の株はです、ねえー、注目なのかなとは思っています。はいまあ、出遅れているというイメージってこといこですかが、ねはい、2つ目で,で、えー、3つ目のですね、株式のポイントは、注目ポイントはアメリカのやっぱりハードランディングですね。 でえーまあ、ソフトランディングというのは軟着力とっ,ってますけど、えー、アメリカがですね経済が、えー、今金利を上昇してこのインフレを、ね、抑えようとしたんですけどただ金利を上げすぎてですね経済が壊れてしまう可能性もあるわけです。そうなってしまうと、えー、ハードランディングとい,、ねえー、いうことで、えーまあ、このリーマンショックの時とか IT、ね、バブル崩壊みたいな時みたいにです、ね、経済が停滞してしまう可能性があって、まあ、そうなるとですね、まあ、株式であったりのへのダメージもですねかなり大きいと。 いうことになってしまうので、こうなってしまった時のリスクはやっぱり株式には常にあるわけなんですけどもじゃあその確率ってですねどれぐらいかっていうと多分まあ1割から2割とかではあるんですけど、まあ、そうなってしまったときのですねやっぱ株に与えるダメージっていうのはそれなりに大きいとは思いますので、まあ、そういった意味でですねアメリカの経済がハードランニングしないかどうかっていうのですねかなり注目はしております。はい、ということでですね3つ目はハードランニングですね。 というのが株式の見通しでございましてで2つ目はですね2行目先進国の債券ですね、はい、あの2023年ですね、えーまあ、注目の資産ということですねこのチャンネルで,ですね、かなり取り上げさせていただいたベー、まあ、ドル債券ですね、えー、に関する内容だと思っていただいていいと思うんですけどベー、まあ、ドル建ての債券ですね、社債とか国債とか、はい、そういった資産クラスなんですけども個人的にはですね、評価としては丸なのかなと。 いう,ふうに思っております、はいまあその2023年もですね、えー、先ほど表で見ていただいて振り返りで見ていただいたように資産としてはですね、えー、価格は上昇してないです、ねえー、0. えプラス6%とかでしたらほとんど上昇してない変わってないっていうことにはなるんですけどもただあの中ではですね2023年の中ではものすごく値動きしてたわけですね金利 <laughs> もかなり上下してましたので。 で、えー、かなり価格はですね、えー、金利が上がりましたの、ね、で下落しているタイミングもあってそういうタイミングで買われた方にとってはです、ねまあ、かなりプラスだったのかなと思います。で2024年以降はですね、えー、今の金利水準がまあさらに下落していくであろうというふうなのが行う見通しにはなってますので、まあ、その株と違ってですね、まあ、その金利債券に関しては金利がこう下がっていけば素直、ね、に債券の価格って上昇していく。 可能性がやっぱりこう高いわけですねですので、まあ、今の金利の見通し通りに、えー、水準が動いたとすると債券はですね、えー、価格としてやっぱり強気に見てもいいのかなというふうに考えているわけですね。で、えー、そういう中で注目ポイントとしてはですね、えー、やっぱりこの金利が今の高いうちにできるだけ期間が長い債券で高金利をですね長期間得た方がいいという考えになりますのでこの超長期債ですね期間が10年以上とか20年以上とかの えー、期間の長い債券にどういうふうに通していくかっていうのがですね、えーまあ、注目ポイントなのかなとは思っています、まあ、あとはですね、えー、2024年1年間の中でおそらく、まあ、今の予想どおりにいけばかなり金利が低い状態になる可能性が高いと思ってますので、まあ、そうなった時にですね、まあ、普通に米国債に通してもじゃあ利回り3%ですかっていう世界になってくる可能性があるわけですでそうするとですねいかにこの格付けが低い債券とか 劣後債が低い債券であったりをうまく活用することによって債券ボトル全体の利回りを高めることができるか、えー、っていうことですね、えー、が大事かなと思っていますのででこの劣後債とか対格付け債の行く末であったりまあその取り組み方にはですね、えー、注目している、えー、っていうようななことがですね、えー、注目ポイントなのかなと思いますはい二つ目が先進国債券ですね、えー、それではですね三、えー、つ目の スクラととということで、まあ、これといううここでででれか通貨すすけど米、えー、ドル円ですねやっぱり多くのですね日本の投資家の方にとって、えー、外貨に投資している外貨の中心でやっぱり米ドルになると思いますのでこの米ドル円のレートが気になるかと思うんですけど、まあ、これのに対する評価としてはです、ね、どうかと言いますと、まあ、個人的にはですね、えー、バツというふうにさせていただいております、まあ、その通貨ってどうなるかあの為替って分かんないんですけど ただまあ2020年2023年がですねアメリカの金利と日本の金利差が開くことによって、えー、ドル高円安になってきたわけですから、まあ、予想通りですねそれと逆のことが起きたとしたらやっぱりドル安円高に行く可能性はそれなりに高いのかなとは、えー、思うわけですね。じゃあそういう中でですね、えー、どういうところが注目ポイントなのかっていうとじゃあその円高に行った時のリスクヘッジをいかにするかですね、ことが大事になってくるのかなとは思います。 でまあ、考え方としてですね、えー、いくつかあるんですけど今までのドル高円安値ですねによって外貨の比率が高まっているとかもともと高い方とかですね、まあ、そういった方だとやっぱりこの外貨の比率を減らして、えー、円にしておくと円の割合を増やしていくと、えー、いうことによって、えー、円高のリスクをですね、まあ、一部平地するとか、まあ、あとはですね、えー、仮に円高にいったとしてもですね円高にいったとしてもその資してる資産がですね 逆にに上昇すするるようなな資産ととかかしておく、まあ円高のリスクヘッジの方法もあるかなと思います、まあ、例えばそのアメリカの株にしておくっていうことができればですね、まあ、基本的にこの円高になるのってどういう時かというと2020年2023年がアメリカの金利が上がって基本的にこのドル高なのやつになってるわけですから逆にこのアメリカの金利がですね、まあ、下がっている時っていうのは確かに円高になるかもしれないですけど、まあ、株とかですねその債券みたいなドルだけの債券とか株とか 投資資産は上昇する可能性が高いわけです。ですので、ただドルの預金とかにしておくと、ただ円高になっているえ、為替評価マイナスということになる可能性が高いんですけど、株とか債券とかにしておくことによってまあ、自然にですね。このリスクヘッジができているわけですね。為替は円高にいくかもしれないけど、債券の価格とか株の価格は上昇する可能性が高いかと思いますので、まあ、そういったですね。円高に行ってもえまあ、プラスマイナスゼロとかプラス。 差し引きプラスになるような、えー、そういった資産に投資していくっていうことであったりによって、まあ、円高のリスクをですねッジしておくとおいうことを考える必要があるのかなと思います、はいまあ、やり方いろいろあるんですけども、まあ、代表的にはそういったところなんですかなはい資産クラスの、えー、ベドレンですねで、えー、4つ目がですね国内不動産でございまして、まあ、これも多くのですね、えー、皆さんがお問いされている方多いかとは思うんですけども この、まあ、国内不動産の見通しに関しては、個人的にはですね、えー、三角では見てます。国内不動産のですね、育成で大事なのって、えー、基本的にこのインフレですね、物価の上昇っていうのと、えー、金利ですね。日本の、まあこれ国内不動産の日本の金利ですね。えー、日本の物価と日本の金利。この二つの要素が大事かなと思ってまして、インフレになって物価が上がるっていうことは、国内不動産の価格にとっては、プラスですね、上昇させる要因にはなるんですけど、 逆にこの金利が上昇するっていうのはですね不動産の価格を抑える下落させる低下させる効果がありますのでこことの押し引きになる可能性が高いわけですね。でまあ2023年まではですね日本のこの変短期金利政策金利って上がってこなかったのでこの借り入れの金利ですね不動産の借り入れ金利とかもう、えー、全くこの変わらなくて低い状態のままだったので。 その割にはこのインフレ、物価はです、ねえー、プラス1%前後ぐらいで上昇していたので、に不動産の価格にとってもこうプラスで動いていたんですけれども、まあ、もしかしたらですね、今後、日本の政策金利であったりが上昇することによって、えー、仮に金利、変動金利が上昇していく可能性もあるというふうにはですね、思われていますので、この日本の金利上昇と、ですね、えー、このインフレとの、えー、押し引きになる可能性が高いのかなというふうに思います。 なのでですね、えー、この皆さんが投資されるような物件の中でもですね、えー、特に都内の好立地のうような物件であったりに関しては、まあ、この差し引きによってですね、えー、基本的にはこの×でも丸でもないまあ、中ぐらいですね真ん中ですね三角っていう,う個人的にですね評価を持っております、まあ、だから国内不動産に投資しない方がいいとかではなくてポートフォリオの中に含めた方がいいっていうことは間違いないとは思うんですけど ただ今までのように一本調子で上昇しているかどうかはですねわ、えー、からないのかなとは思うわけですね。あとの日本の金利はですね長期の金利、えー、期間10年とかのですね日本の国債で投資家の方がですね価格だったり売買によって価格を決める金利を決める利回りを決めるですねそういった金利に関してはもう上昇傾向にあって1%の上限があったんですけどもうこれも実質的にはなくなってますので今後さらに上昇していく可能性がありますしあるんですけど短い金利はですね 生産利に引っ張られれまますのでこれはまだです、ね、マイナスのの状態のま,ま,ままなわけですねでマイナス金利が解除されて、えー、プラスになってとかですね、まあ、そういう段階を追ってとか量的緩和をしてからとかですね、まあ、かなりあの順番的に後にはなると思うんですけどお時間はかかるとは思うんですけどただこのやっぱりこの金利の上昇ですね、えー、にどこまでに資金が踏み込んでくるのかっていうのはですね2024年の、えー、注目ポイントなのかなとは思ってますそういったですね、えー、4資産のですね 2024年の、えー、見通しをお伝えさせていただきましたはい、えー、そういったところを踏まえてですねそういったところも踏まえて2024年のですね投資戦略のポイントについてわ、えー、かりやすくお伝えしていきたいと思いますポイントですね、4つあるかなと思ってまして一、まあ、つ目がですね、えー、もう2024年に関してはですねやっぱりこのアメリカの金利ですね、はいえー、政策金利の低下を想定した、えーまあ、政策金利もそうですし、まあ、長期の金利もですね 政策金利が下がると下がる可能性が高いのでこのアメリカの金利低下を想定したです、ね、資産配分戦略というのを取っていく必要が、えー、あるのかなとは思います。まあ、具体的にはですね、えー、やっぱり株が上昇していく可能性が高いですし今まではですね、まあ、金利が上がることを想定して2022年とか23年はでで、ね、考えなきゃいけなかったんですけど今後は低下をするということですね、前提にして資産配分を組んでいくというのが大事になってくるのかなと思います。はい、1つつ目目して、2つ目がですね、 金利、まあ、低下でですね、えー、基本的にはソフトランディングしてっていうのがメインシナリオであると思うんですけど、まあ、やっぱり一部ですねこのハードランディングっていうですね、えー、ことにも備える必要があるのかなとは思ってます、えー、なのであの金利をですね、上げすぎたことによってですね、えー、負の影響が大きすぎてマイナスの影響が大きすぎて経済が停滞してしまうとかですね景気後退になってしまうということもやっぱりこの確率としては 1、えー、一内割は常にあるだろうというふうに思う必要あるかなと思ってまして、まあ、そういった時に備えるためにですね、えー、やっぱり債券、アメリカドールだっての債券をですね、えー、持っておくとかあとは、えー、そういう時に逆に価格が上昇する株はハードランディングが下がると思う,下がると思うんですけど、えー、ハードランディングの時に価格が上昇するような、まあ、ヘッジファンドと言われるんですね資産を持っておくとかあとは金ですね。はい 金であったりもそういう相場だとですね、えー、世の中悲観的になっている時ほどまあ上昇する可能性が高いですので金であったりをポートフォリオに組み込むことで備えるという一つは必要性はですねあるのかなと思いますこれが二つ目の、ね、ポイントでございますで三つ目がですね、えー、まあこの外貨、えー、にするっていうのは円しかほとんど円資産しか持ってない方にとっては大事なんですね、えー、ポートフォリオ構築の一環かと思うんですけどもただやっぱりこの 外貨もでですすね、ね。預金だけにしかかなない,いいいがの,かなのかなと思うんです、ね、2022年とか23年はですね、えー、ドル預金にしとくっていうことでもよかったわけですねただ、えー、ドル建てのですねドルの価格が上昇していきましたので、えー、ドル預金とかにしといたっていう方がですね、えー、こう正解だった可能性が高いんですけどもただやっぱ2024年以降はですね、えー、このただドルの預金だけにしておいてもやっぱりこのドル安円高に行った時ですねに、 えー、そのドル預金の価格って変わらないんでですねただ円高に行って評価のマイナスが出てしまうっていう可能性がやっぱりこのあるわけですねですので、えー、ただドルの預金にしておくんじゃなくてドル建ての株式とかですねドル建ての債券っていう、えー、この中の資産がですねその金利が下がった時とかにアメリカの金利が下がった時に、えー、株式の価格が上昇するとか債券の価格が上昇する中の価格が上昇するような資産にドル建ての資産にしておくという必要があるのかなと思います。 なので、そういったことがですね、まあ、円高リスクのッジになるわけですね。なので、アメリカの金利が下がることとか、えー、円高になるということをある程度想定して、ポートフォリオを組む必要があるというふうに思っているわけですね。これ3つ目でございますと。で4つ目がですね、えー、まあこれ不動産に関してですけども、まあ、これ先ほどの見通しのところですね、まあ、お伝えしたように、やっぱりこの今後、政策金利だというか、借り入れの金利が上昇していくと。 ということをある程度見通した方がいいいのかなと思いますただそれってどういう時にですねじゃあ金利が上がるのかっていうと基本的にはインフレとかでですね物価が上昇していると物価が上昇しているから、えー、日銀は金利を上げるわけですのでこの物価上昇っていうのがですね前提になっているかなとは思うわけですねですので、えー、不動産投資にとってマイナスっていうのはですね金利が上がって借り入れのコストであたりが上昇するっていうことかと思うんですけども ただそうなった時にですね、インフレで物価が上昇していて、その家賃の価格とかですね、家賃の水準とか物件の価格、投資している物件の価格自体が上昇しているということで、カバーがですね、できればいいのかなと思うわけです。ですので、そういった金利が上がった時に、インフレによって物件価格とか家賃上昇しているような物件に投した方がいいと。 それってどういういものかというと、まあ、インフレ連動性が高い物件ってことなんですけどやっぱり都内でですねそれなりに高利地の物件ががインフレ連動性がですすね、ね。可能性が高いわけでで、ねえー、なので基本的にはこの不動産投資に関してはですね金利、まあの上昇であったりも想定してそういった、えー、都内高立地のそれなりにですね古くないそこまで古くないような物件であったりを保有するという必要がですね今後あるのかなと思います。 はいそういったところがですね2 0 2 0年の投資戦略ポイントということになるんですけれどもやっぱりこの資産の運用、えー、ポートフォリオ管理においてはですねやっぱりこの世の中で、えー、経済でどういうことが起こっても、まあ、その資産全てを失わないような、えー、資産保全というですね、えー、ことが大事かなと思っておりますなのでまアメリカの金利が下がったとしてもですね、まあ、円高になったとしてもそのアメリカの経済がハードランニングしたとしてもですね 資産が大幅に減らなくてちゃんと守られるという形をですね取るためには先ほどお伝えしたようなポイントをですねしっかり検討してポートリーを作っていく必要があるのかなと思いますはいここからですねモデル資産配分ということで,ですねこういう想定のですねこれあの事例ではなくて私のただのですね想像であるんですけどもモデルの資産配分ということでこういった資産背景の方がいたとしたら えー、2024年ですね、えー、仮に,一日にですね1月1日に、えー、モデルのですねさっきお伝えしたようなポイントを踏まえた上で、えー、資産配分を組むとしたらこういう形がいいんじゃないかっていうのですね、えー、仮想で、えー、作らせていただいたモデル資産配分になりますので、えー、ご参考いただければと思います。で当初のですね資産配分がこういう形というのを、ね、想定したいと思います。 で、これ、いつもの資産配分シートですけども、左側がですね、金融資産で、右側は実物資産という管理シートになってまして、なので、預金がですね、円の預金が3億2千万ある方で、国内不動産がですね、1億5千万、自宅としてというふうに考えたんですけども、中億5千万のご自宅と住宅ローン5千万あるという配分の方ですと。でそうすると、全体の配分ですね、下の方にですけども、純資産がですね、4億2千万で、総資産が4億7千万のレバレッジ比率ですね、111%の方で 金融と実物の割合がですね、金融資産が68%の実物資産が31%というですね、比率の方で、外貨、株式、債券に関しては保有してないので、すべて0%の保有率というのはですね、資産のバランスということになっておりますと。で、この方がですね、仮に私だったらこういう配分ですね、2010年するというのがですね、次の資産配分になっております。再配分案になっております。はい、右下にですね、 減少させる資産と増加させる資産がですね書いてありますので見ていきたいと思いますまず減少させる資産としては原油、まあ、金ですね3億2千万ありましたのでそのうちの3億を使ってですね円3億を使っていろんな資産に配分していくといううな再配分になるわけですねで増加させる資産としては、えー、株式がですね上3つになっていますと日本と先進国とは新興国の株式で日本の株式1500万先進国株式は4000万新興国株式 1,500万というですね、株のバランスで、えー、合計で7,000万というような割合になっていますと。で、えー、増加させる資産が次のものが4つ目がですね、先進国の債券ですね。はい、今日の、えー、中でもお話しさせていただいたですね、えー、先進国の債券、えー、1億円ですね、を、えー、配分するというような割合になってまして、あとは外国のリート1,000万、えー、オルタナティブですね、えー、これはヘッジファンドでございまして、えー、先ほどお伝えしたようなですね、経済がハーディグランディングした時とかに、 逆に上昇するようなそういうヘッジファンドを想定してるんですけどそれをオルタナティブに入れさせていただいてまして、まあ、それが3000万というイメージですねで次がですね実物の国内不動産2億円それに伴う借り入れがですね1億2000万円でコモディティの金ですね、はい、これが1000万円というような割合になっておりますはいでこういったですね再配分をしますとですね全体のバランスとしてはですね下左下のようにですねなるわけですね で、えー、純資産4億2000万に対してですね、借り入れが増えてますので、5億9000万の総資産になってますと。そうするとレバレジ比率としてはですね、140%ということになっております。当初の、ね、比率がですね、借り入れが111%ということでございましたので、まあ、レバレジ比率としてはですね、まあ、どういう年齢の方であったとしても、111%、えー、というのはですね、少し低みであると思いますので、140%ぐらい、えー、だとですね、えー、まあ、程よいと言いますか、 リスク強度が低めの方にとってもですね、えー、まあ程よい、えー、レバレッジ比率ということになっているのかなと思います。で、次のですね、比率が、えー、金融と実物資産の比率ですね。えー、金融資産の比率がですね、えー、39%で、実物資産が61%ということになっております。先ほど金融が68%ですね、実物が31%だったので、えー、まあ大幅にですね、実物資産の比率が増えてるんですけども、まあ、多くのですね方にとって、この金融と実物の比率ですね、 まあ大体、こう、ベストな割合っていうのが、えー、金融4の実物6割ぐらいとかだったりする方が多いんでですね、まあ、この年齢が増してくるのはもっと金融が多い方がいいんですけども、ただまあ、程よいですね、比率になってるのかなと思います。はい。で、次がですね、外貨の比率でございますね。えー、先ほどは0%だったんですけども、外貨の割合がですね 48.、48.8%ということになってます。で、まあ、どういった状況でもですね、資産全体を占める外貨の割合ですね、50%前後ぐらい。 と、えー、いうところを目指して動いていくというのがですね多くの時にいい可能性が高いですので、まあ、そうなっているとですねゼロ、えー、でしたので48%まで増やしてますとであとは株式と債券の比率金融資産に占める株と債券の比率ですけれども、えー、先ほどゼロパーでしたけど30%と43%というような割合になっております、まあ、この株と債券の比率に関してはですね、えー、その方のお考えとか年齢とかですねリスク強度によるんですけれども、えー、ただまあ年齢が仮にお若い方 30代とか40代とかですね50代の方ぐらいまでだったら、まあ、株式の、ね、保有比率これぐらいまで許容できるかと思いますので、まあ、そういった方々にとってはですね、えー、まあこれぐらいの株と再建の比率でもいいのかなとは思いますね。ご引退されてたりですね会社を売却されてた方とかだと、まあ、そのリスク用途が低くですね虎ノ湖の負担である可能性が高いのでここまでの株式の割合だとちょっと高すぎるんですけどその前もっとですね下げて再建の比率を高めるということになると思うんですが、まあ、そういったことはですね前提にない。 という前提だとですねこういったカウント作業の比率は割合としてはいいのかなと思います、まあ、そういったのがですねモデルの資産再配分したモデルの資産配分ということになるんですけれども先ほどのですね2024年のですね投資戦略ポイントの方でお伝えさせていただいた、まあ、アメリカの金利の低下であったりですね、まあ、円高のリスクヘッジに、えー、を対抗するためですね抵抗するためのそういった資産でいうと、まあ、アメリカの株式とかですね 先進国の債権とか外国のリートとかになるわけですねで。こういったものだとですね、えー、再配分した3億円のうち1.5億円はですね、再配分していることになりますので、まあ、そういった効果をですね、望める資産に半分はですね、投資しているということになるわけですで。一方でですね、アメリカの経済がまあハードランニングしてしまったときのまあ備えでいうとお、先進国の債権とかですね、あとはオルタナティブですね、ヘッジファンド。 でコモディティの金あったりにいい投資している金額でいうと、まあ、1.4億円ですね、えー、にはなりますので、まあ、そういった、えー、メインシナリオだとアメリカの金利が低下して円高になるリスクを平日するようなポートフォリオで万一、えー、ハードレーニングが起こったとしてもですね、えー、そういった手段が、えー、備えにはなってるわけにはなりますので、まあ、そういったどういったことが起こったとしてもですね総、えー、崩れしにくいような そういった三、えー、配分がこういった形なのかなとは思いますので、えー、ぜひですね、ご参考にしていただければと思います。はい、えー、それではですね、先ほどのモデル三配分のポイントをですね、要点をお伝えできればと思います。ポイント4つあるかなと思っています。1つ目がですね、えー、4000万円配分していた先進国の株式に関しては、えー、やっぱりアメリカの株中心でいいのかなと思います。えー、特にでですね、まあ、であったりが、えー 株価をですね、牽引する可能性が高いというふうにお伝えしますので、まあ、そういったナスダックの株式新興資料の株式含むですね、まあ、アメリカの株の割合を高めるということが大事なのかなと思います先、まあ、進国の株の割合が4000万だとすると、まあ、そのうちの、ね、78割ぐらいなので米株の割合、まあ、3000万ぐらいですね、イメージで投資するというのがよろしいのかなと思います1つ目のポイントですね2つ目ですね1億円 再配分していた先進国の債権ですねこれはまあドル建ての債券をほとんどドル建ての債券をイメージしまして基本的には期間がですね10年以上の米ドル建ての超長期債ですねを中心にですね組んでいくというのがいいのかなと思います。まあその意味としては2つありましてやっぱり今のアメリカの金利がいまだにですね高い水準であると通常よりも高い,水準,であるというの水準であるというのは変わらないと思いますので。 まあこの高金利を長期間固定するという意味が一つあるのと、まあ、あとはですね、えー、こういった期間が長い債券に投していることによって、まあ、アメリカの金利が低下することによって、えー、ドル安円高になった時のですね、えー、円高のマイナスですね円評価ベースのマイナスに、えー、期間が長い債券ですと価格が上昇する可能性がありますので、まあ、そういった円高のマイナスを中和してくれる可能性があるという意味でですねこの2つの意味で期間10年以上の米ドル 超長期債ですね、えー、を保有するというのがですね、先進国債に関してはいいのかなと思います。二つ目のポイントですね。で、三つ目ですね、は、えー、オルタナティブ、はですね。基本的にヘッジファンドを想定しております。で、世の中にですね、まあ、逆張り系のヘッジファンドが結構ありますので。えー、三千万円ですね、配分してるわけですね。まあ、アイバブル崩壊とか、リーマンショックとか、これがショックのような時にですね、価、え、格、ー、が。 上昇する世の中の価格変動が大きくなったりとか価格が下がることによって、えー、それをですね収益機会にしているようなそういうヘッジファンドが結構ありますのでそういったですね、えー、ファンドを組み込むことでまあ、アメリカのハードランディングですね備える保険の役割をですね担ってもらうという戦略はですね一、えー、つありなのかなと思いますポイント3つ目ですとで最後4つ目がですね国内不動産に関しては、えー、お伝えしているように見通してお伝えしているんですね まあ、都内の高立地の、えーまあ、1棟かですね区分の RC マンションがよろしいのかなと思います、えーまあ、物件価格2億円で借、えー、入れがですね、えー、不動産融資が1.2億円という想定だったと思いますでまあこの日本のですね政策金利であったりは上昇しないとは思うんですけどやっぱりこの上昇した時のですね、えー、国内不動産に与えるマイナス面って結構大きいと思うわけですね特にやっぱりこの仮入れ、 コストが上がることによってキャッシュフローが悪くなったりとかですねそういう可能性もありますのであと物件価格にですねマイナスの影響があったりもするわけですねですのでそういった借り入れのコスト上昇とかになったとしてもですねインフレによって価格の下落そんなにしないっていですねインフレの方に引っ張られるようなものっていうやっぱり都内の立地がいい物件とかになってくるかと思いますので えーまあ、そういった物件を選んだ方がいいっていうのとあとはそういった高利地物件ですと、まあ、インフレになるとですねやっぱり家賃だったりも上昇する可能性が高いと思いますので万が一の金利上昇の時のですね借り入れコスト上昇物件価格下落を打ち消すような効果のある、えー、インフレ、えー、感濃度が高い物件とかですね家賃上昇する可能性があるですね、えー、そういったですね物件を選ぶ必要があるのかなと思うと、まあ、やっぱりこの都内の高立地 の一等化区分です、ね RC、なのかなと思いますで、まあ、一等化 RC に関してはですね資産背景で決めるのがいいかなと思ってまして純資産ベースでですね、えー、先ほどのモデル資産配分のように、まあ、4億から5億円おられる方であれば、まあ、一等の物件をですね、まあ、検討してもいいかなと思うんですけども、えー、純資産ベースで1億円か2億円とかですね3億円ぐらいのまでの方だとですね、えー、区分マンションに分散して投資すると、えー、いうことを検討されるのがいいのかなと思います。 そういったことでですね、えー、本日は2024年の統一戦略大全、新年特別版といった内容でお届けさせていただきました、まあ、この資産の配分がですね資産運用の経過の9割を決めるということにはなっておりますので、まあ、どういったですね、ことが2024年起こるかわ、えー、かりませんけど、まあ、金利が下がってもですね、まあ、円高になったとしてもアメリカ経済がハードランディングしたとしてもですね資産を大幅に失わないような そういったポートフォリオをですね、作るのが大事かと思いますので、えー、ぜひご参考にしていただければと思います。はい、えー、そういったところで今回のですね、動画が参考になったという方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。